えこんにちはクロドカトシです今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えーま、基礎的な練習方法で、えー、僕が一番最初の先生にとにかくこれをやりなさいと言われたチェンジアップチェンジダウンという練習方法をやっていきたいと思います。1泊の中に音符がどんどん増えていくんですが一番よく使う音符の、えー、組み合わせレベル1、えー、これは4音符8音符3音符16ですね。でレベル2になると203年203年の解説と203年の、えー、入れたチェンジアップをします。 最後にレベル3ですね連あんま使わないんですけどこういうのをやると白をまたぐこうまたぎ方っていうのを覚えるので、まあ、タイムが良くなると僕は思っています、えー、というわけでやっていきたいと思いますまずレベル1ですねえっ、ー、とやり方はまず基本メトロノームと必ず右足を合わせます右足はヒールアップでもヒールダウンでもどちらでも構わないですね、えー、必ず右足を合わせますで音符を読んでいきます でまあ、リピートして、えー、3回目リピートの4分音符で安定したところで終わりたいと思いますね。でコツはですね、えー、と3連と16の切り替えがやっぱ難しいのでここは「たぬき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 きつつき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 」みたいにね、えー、こう音符に言葉を当てはめてやるとこうパッと切り替えやすいんではないかなと思いいますそれでではじゃあテンポやってみたいと思います。 203年でですすね年の解説です3年は3連覇を叩いた時の,の右手だけを残すと203年になります。たぬきたぬきたんたたンたぬきたんたタンタまんまるちゃんまんまるちゃんっていうタイミングですね。前が2つの、えー、前が2つあってバス裏がこのちょうどここの間にたんたうたんたんたたんこれは両方に両手に割らなきゃいけません。ので まんんんんちちちちゃゃゃゃみたいな感じの四分音符に対してこうずれる感じを覚えましょうそれではレベル2ですね「二拍三連」っていうのはちょうど一小節に4個が四分音符で8個が八分音符なのでちょうどその間に入ります四分音符と八分音符の間のスピードになりますのでこの順番でやっていきたいと思います。

のの音符っていうのを奇数連符の場合は2拍にするとちょうどその前半が43になったり前半と後半でちょっと1個違いにになったり4になっったたりりとかしますでそこの間がち,ょんちゃんとこう足で拍で取れるかただテンポが速くなってくると絶対なまるんでぴったりはまらないぴったりはめちゃうと逆にこう。 5連符聞こえなくなったりするんですけど、えー、とこの5連ぐらいだったら多分テンポこれぐらいだったら綺麗にはめれると思うでこの、えー、205連っていうのは結局、えー、ちょうど3連と8本の間に入りますなのでここの切り替えですねこれをできるといいんですが、えー、と5連符の場合は左右対称になってしまうので2小節ずつやっていきたいと思います。それでは えというわけで、えー、こうチェンジアップチェンジダウンというのは、まあ、手軽にできますしまあちょっとこの5連符入れたり6連符入れたりなんかも挑戦してもらうといいかと思いますが203連205連というのを今日はやってみましたというわけで本日は以上となります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。